よし、いけてるはず。 OK。 5分ほどお待たせしました。おお、1300人、こんなにすぐ数字が、ありがとうございます。こんなに、嬉しい。なんか、これいつまで伸びるんだろう。お待たせしました。じゃあ始めます。皆さんこんばんは、前田豪樹です。今日はセカンド写真集についてのインスタライブを、少しばかりできたらいいなと思っております。改めまして、10月5日に僕のセカンド写真集チュラ旅の発売が決定いたしました。ありがとうございます。かっこスタッフ拍手って書いてある。強制的にさせてしまったんですけど、実は今日、写真集の取材日だったんですよ。で、この、インスタライブでも少し写真集のことをお話できたらいいなと思うんですけど、これ今僕が実は、内カメで見れてなくて、だから質問とかは別の端末で、こっちからかな。うん、これ、いや、ここでいけるかな。こんばんは、みんな声とか聞こえてますか？大丈夫ですか？はい、さーい。大人っぽいですか？ありがとうございます。髪型素敵。久しぶりのインスタライブだな。まあちょっとね、今はちむどんどんと、まあもうそろそろハイエンドローもあるし、そんなさなか写真集が発売されます。これは？お、これですね。ファースト写真集から約2年ぶりとなるセカンド写真集なんですけども、今回は今放送中の朝ドラ「ちむどんどん」の舞台である沖縄で全て撮り下ろしております。念願の僕の、朝ドラ の、 そのロケ地でね、撮影できたことを本当に嬉しく感じますし、もう僕自身、天才テレビくんの企画で半年以上ね、沖縄の座間味島ってとこに通ってたんですよ。だから関東圏内以外だと一番長く時間を過ごしたのが実は沖縄県だったり、あと妹の挙式が沖縄だったりとか、初めて買った CD がオレンジレンジだったりとか、中学校の頃に首元につけてたネックレスがチュラ玉だったりとか、あとソーキそばが好きだったり、いろいろ、自分の中で、あとシーサーの日ですね、4月3日生まれはもれなくシーサーの日ということを沖縄で、皆さん言われたりとかするみたいなんですけども、今回のチュラ旅は、プライベート旅がコンセプトとなっております。僕のリアルな表情がぎっしり詰まっております。ファーストとはまた違う一冊になってて、プライベート旅っていうぐらいなんでね、だいぶ距離感の近い友達なのか恋人なのか家族なのか
いろんな想像を巡らしていただけるような写真集になったんじゃないかなって思っております。これ渡していいんですよね。はい、表紙がこんな感じです。あの僕が赤ひげっていう作品、時代劇で三味線を弾かしてもらってて、まあ、音階とかはちょっと違うんですけどね、今回それを表紙にさせてもらいました。事前にもらった質問に答えていきたいと思います。あ、今回あのファーストの時ではちょっとコロナでできなかった書店イベントっていうのを開催させていただきたいなと思うので、すごく楽しみだし、僕自身も初めての体験なので、どういう時間に皆さんとちむどんどんできるか楽しみでございます。撮影中に一番ちむどんどんしたことを教えてください。まあ、今回その沖縄の天候にもすごい恵まれて、この一冊、まあ、僕自身すごい姿と、あとは沖縄のこうパワーエネルギーみたいなのを感じられて、とても明るく優しい時間が流れるような一冊になれたんじゃないかなと思うんですけど、そんな撮影の中、カメラマンの方とやっぱ僕もこう距離を詰めて撮影をしていたら、そのカメラマンの方が照れていただいて、で僕の中ではやっぱそうやって照れていただいたぐらい距離感を近く撮影できたことは、本当にもともとチュラ旅のテーマだったプライベート感みたいなのを出したかったので、ちむどんどんしましたね。ただやっぱカメラマンの方すごいプロで、やっぱ照れながらもこうシャッターをこう切ったのがやっぱ僕の中で印象的でしたけど、あと衣装とかに GM、 僕自身が今ブランドでやらさせてもらってる洋服を取り入れたりとかして、僕が現場とかにも今はよく着ていってるんですよね、 GM を常に。だからやっぱプライベート感を出すんだったら、やっぱその GM を取り入れることはマストなんじゃないかなっていうところで入れさせてもらったりとかしております。っていうのが、お衣装決定の理由や裏話があったら教えてくださいっていうのにちょっと今回答させてもらいました。何か食べてる時の撮影はありましたか？アグー豚をね、しゃぶしゃぶで食べさせてもらいました。あとは泡盛なんかもたしなんでおります。初めてちょっとお酒をいただきながらお仕事をさせていただく、こんな贅沢なことはない時間を過ごさせていただきました。そんな感じですか。まあ、ちょっと質問はいろいろいただいてるんですけど、サトルがなまってない。そっか、サトルを見てくださってる方、僕の素を見ていただいたのは今初めてということですよね。だからよ、サトルは結構なまってるから、僕自身でこう喋ってると意外と全然違うように思うかもしれないけど、それがちょっとまあ役者の醍醐味というか、まあ意外これが沖縄弁って思ってもらえるのか、僕の個人的な感覚で沖縄弁になってるのか、これはちょっとわからないんですけど、ちょっとでも沖縄の方が、あ、それ沖縄弁だねって思ってくれたらいいなって思って今ちょっとアドリブで喋ってますけど、いかがでしょうか。まあさすがにチュラ旅の中ではサトルよりは僕自身が極力出てる写真集になっているので、サトルとの距離感みたいな、今このインスタライブで感じてもらったっていうのをいくつも写真で収めているのがチュラ旅だったりするんで、トドロキと本当に同じ人
人なんですよありがとうございます。だからそれこそサトルをで知ってくれた方はトドロキはぜひ見ていただきたいですよね。今日も取材でそういうやっぱ振り幅みたいなのを言ってくださるライターさんも何人かいらっしゃったので、まあその方々が試写で先にねこうトドロキを見ていただいてから今日取材だったので余計それを感じ取っていただけたと思うんですけど、めちゃめちゃ轟きなんですよ僕。とすごい俳優さん、あなんか俳優な感じが出てるとかそういうことじゃなくて、今の沖縄弁に関して大丈夫だったですか？もぐもぐをついていただける方はもぐもぐショットはファーストに引き続きございます。いけない太陽みたいなやんちゃ笑顔ありますか？あると思います。なんかちょっとごめんなさい、銀じますみたいな感じになっちゃいましたけど、あ、それでじゃあ特典のお話、こちらの写真集現在すでに、予約を開始しておりまして、それぞれの販売ページで特典が選べる形となっております。そちらが、まず一つ目、ワニブックスさんの、通販で買うとサイン入りが手に入ります。さらにファーストセットで買うと、ファーストの写真集とセットで買うとポスターと僕がお土産で選んだ、ごめんなさい、僕が沖縄で選んだお土産も抽選でプレゼントします。ちむどんどん T シャツ俺だけ見えてたね今が、手に入ります。でこれがそう、これちょっと島造りのこのサイズ感可愛くないですか？これはぜひ皆さんにということで買わさせていただきました。これがワニブックスさんの特典でですね、ここにサインが入るっていう形ですかね。はい、で続きまして楽天ブックスさんで買うと限定カバーが手に入ります。ここだけの、カバー、ここはあれですね、チュラさんとかで使われたあの外観の、そしてこれは表だけではなく裏も折り返しのところも違います。こちらはなんかシーグラスサングラス、ありがとうございます。はい、こちらなんですか、すいません、はい、あ、こっち通常版ですよね。はい、そうですね、はい、これが先ほど一番最初に見せた通常の修羅旅の、カバー、はい、裏も違います。でここも違う、はい、そして、ファンクラブ、ファニリーで買うと、このポストカードがついてきますといった形の特典でございました。ぜひぜひ皆様、そして今回ファーストの写真集でできなかった直接皆さんとお会いできるイベントっていうのを、開催が決定いたしました。東京、大阪、名古屋の3都市で実施予定でございます。10月8日と9日、都合合う方はぜひお越しくださいませ。チケット絶賛発売中でございます。皆さんと会える日を待ってるからね。そして3冊券で僕と、ツーショットチェキが取れます。そして5冊券も数量限定で用意がございます。
で、こちらは、限定の特典がつきます。それが、5冊券残りわずかということなんですけども、この色香という色香なんですって。さっき覚えた言葉で失礼しました。色香っていうのは色味をここで写真のこう調整したこのなんだ、そうだね、原画、漫画でいう原画らしいです。こういうものがあるみたいで、僕は初めて知りましたけど、はい、こちらが、手に入ります。それがこの付近でどっちかですね、はい、お、ほくちゃんが見てくれてますね。ほくちゃん欲しいです。すぐにお渡しします。できる限り早く。ありがとう、見てくれて忙しい中、オフショットチェキも、プレゼントさせていただきます。お早めにチェックしてください。残りわずかとなっております。ちょっと僕自身もまだまとまりきってない中すいませんでした。いろいろお伝えしましたけども、写真集の特設サイトに全て、まとまって、アップしてあるのでチェックしてみてください。そして写真集 の公式インスタグラムにオフショットなどアップしておりますので、ぜひそちらもフォローしてチェックしてみてください。それでは、奥ちゃんまたコメントくれてないから大丈夫かな。やっぱこう色香って皆さんね、本当に貴重なものなんですね。まあそりゃそうですよね、外に出ないものだからね。ポーズしてない。ポーズ指定は今のところ予定ではない予定です。いやもう奥ちゃん本当にありがとうございました。まあ、僕も奥ちゃんの写真集をお願いしていただいたんですけど、送り配布してますね。まあ、サトルで見ていただいた方、そして轟で知っていただいた方、改めまして前田大輝はこんな性格をしております。これからももしよかったらぜひインスタグラム等で活動を報告させていただきますので、ぜひぜひチェックしてみてください。それでは、短い間ではございましたけど、ご視聴ありがとうございました。またねー。